Pineda. Super. Here it is. 1-0. Suzuna, home run, も確実にものにしました。このパスが抜ける。どのような展開になっていくのか、ドラマがあるのか見届けましょう。これ仕掛けるか、来た、シュート、いやー、ゴラソー、いやー、これなんというゴールだセセーラ。このゲームはトーナメントの準々決勝になります。この時間はセセーラ対インテル、こちらの一戦をお届けいたします。コロッセオ・デ・ロス・デポルスで行われる本日のゲームです。コンディションはこちら現在曇っているんですが、後雨という予報になっています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、笛が吹かれてファーストレグスタートです。チェゼーナ対インテル、もちろん満員の観衆。長いボール縦へ、ゴーディンからルカク、抜けてくる、上げてくる、スクッペとしっかりと抑えました。一人で行く北澤さん、この大会もついに準々決勝を迎えました。ベスト4がかかった状況での両監督の動き、どこら辺にまず注目ですか。そうですね、ベスト8になると難しい試合になってきますよ ね。ターンオーバーを引くのか、主力を使うのか、判断が難しいですよね、はい、お互いのチーム状況を踏まえて展開によってどうカードを切っていくのか注目ですよね。そうですね。このボールはカットされます。ドルーズボール、まずは最初にボールを支配しているチェゼーナ、裏へのスルーパス、ロングボールを入れてきます。とこれはつながりません。カールさん、ここで前を向けるか、大きく縦へ、ベシノ。インテルとしては先ほどから前線の両サイドが外に開いてますけども、おそらく中央にスペースが欲しいということだと思うんですけどもね。なるほど、サイド攻撃のためではないんですね。いや、それもあると思いますけどもね、基本両サイドに開くことで相手のディフェンダーを引きつけることができるので、はい、相手守備ブロックの間隔が広がってスペースができやすくなりますからね。あ、なるほど、そこに2列目以降の選手が飛び込むということなんですね。そうですね。プレッシャー、これは笛はありません。ボールを下げてリズムを作るか、ゴディン、サイドチェンジ。まあ両チームとも攻めきれないっていう感じはしますけど、守備がいいっていうことも言えますよね。裏を狙っていきます。クリニアル、大きくサイドチェンジ、ブロゾビッチ、さあ持っていく、スルーパス、渡ります、抜けてくる、さあつながるか、シュート、わずかに右へそれました。インテル、なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。
横に出す、アルカス、すぐ、素晴らしい反応でした。いやー、いい反応ですよね。ファインセーブですよね、これは。ここで見せてくれました。このファーストハーフ最初のコーナーキックはチェゼーナ、上がる、いけるか、さあシュート、低く丁寧に打ち込んできました。いや、低く抑えたグランダーのシュートでしたけどもね、状態のかぶせが非常に効いてましたよね。ですから吹かさずに打てるんですよね。この辺は人に対して厳しくいってますよね。裏のスペースを狙う、いいとこありますよ。コロナ、中は枚数います。ベシノ、サイドを縦に走らせます、中央へ、そのままキーパーが抑えました。コロナ、裏へ届くか、いいボール入りますよ。このパスを防ぎます。キーパー前へ蹴り出します。スルーパスを狙う。前半終了です。15分間のブレイクの後、セカンドハーフに入ってまいります。前半0対0。さあ、前半いかがでしたか。チェゼーナとしては終盤にかけて非常に攻勢をかけてましたよね。この調子のまま後半に入っていけば得点が動く可能性は十分にありますね。チェゼーナ対インテル、前半終わって0対0、後半動きはあるんでしょうか。さあ、ご覧のようにセカンドハーフスタートしています。チェゼーナとしては攻撃の形はできてますから ね、後半も続けていきたいでしょうね。はい、コロナ、スルーパスを出す、さあルカク、これは旗が上がっています。ゴディン、ポリターン、縦へのボール、ベシノ、ロングフィードで狙う、仕掛けるか、これをオフサイドはない、ファーサイド、さあコーナーキック、インテル、ショートですね。ブロゾビッチからコロナ、あそこまでゴール前に人が集まってしまうとショートコースがなくなってしまいますよね。長いボールを送ります。これはファールではありませんでした。さあ、カウンターのチャンスになります。ここで丁寧にボールを扱う、ファーサイドへのボール、シュート、シーナーがこれはよく止めました。いや、キーパーの反応最高ですね。素晴らしいですね。この場面でスーパーセーブです。近く出す、フリーだ、フリーで受ける、収まってフリーだ、いやー、ファインセーブでしたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これインテル決定的なチャンスを収めることができませんでした。自分で行く、どうだ、シュート、
ボールはクリア。いいプレッシャー。ルーズボール、スペースを狙う、シュート。いやー、守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。曲げたボールはちょっと狙いすぎました。インテルはここでベンチに動きがあります。いやー、少しいい形になりかけたんですけどね。ボールの奪い合い激しいものがあります。このスルーパスは通りません。ステファノ選手から大きく縦へ、これをカットします。裏を狙う、いいボールですね。クロス合わせてくるか、クロス、オフサイドになります。さあ、選手の入れ替えが激しくなってきました。両チームゴール前での激しい攻めぎ合いが続いておりますが、依然0対0のままです。チェゼーナとしてはちょっと疲れてきてますかね。防戦一方になってますしね。また中央へ、スルーパスを出す、これはつながりません。長いボールを送ります。ダンブロージオ、ピッチの使い方広くていいですね。裏へのスルーパス、いいボールですよ。コロナ、いい攻撃でしたけどもね。まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。左サイドを上がっていきます。もう一つ前に行きたい、入るか、ここで受けて、インテルはあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ステファノ選手からターテへのボール、ベシノ、ベシノからサイドのスペースへ、ここでルーズボール。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。素晴らしいパス。今日はまだ0対0のままアディショナルタイムに入りました。裏を狙う、いやー、もうギリギリのクリアって感じですよね。ここで笛です。0対0、チェゼーナ、ホームゲームは引き分けという結果に終わりました。さあ、北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。チェゼーナとしては総合力で上を行くチームに対してよく検討したと思いますよ。今日みたいな試合で引き分けに持ち込んだというのはね、大きいですよね。今後に期待したいと思います。はい、ありがとうございます。さあ、皆様、お別れの時間となります。本日の解説は北澤豪さんでした。北澤さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。結局0対0のまま試合を終了しています。